面白かったですけどね、はい、あのさっきも話しましたように教員も辞めましたので、まあ、あの本もね、まあ、星田氏の気持ちは変わらないんですけども、ちょっとやっぱ今までとは違う興味になるかなと思いますね。教員やってますとですね、道で生徒に会うんですよ。今日も教え子が来てるんですけども、あ、もういいのこの話面白いんで、また続きよう来週それでどうしたの道で教え子に会うんです。名前が分かんないですだけどそれ失礼だから、分からない、何をお前元気かとか言ったらお前で通すんですよ。でお前で通していろいろ言いながら、お前あテニス部だった、ああそうそう野球部だったよなとか言いながらですね、こう一生懸命データを吸い上げて、でなんとか名前を思い出そうとする。そのうちに相手が気づくんです。先生私の名前知らないですよいうことがあってですね、ドキドキも。この間ね、お弁当屋さん行ったら先生とか言われてですね、お弁当の女の子がで、おもりしてあげると、あ、いや、そう、よかったの、助かったよ、山田さんって、え、私の名前覚えてるの、当たり前じゃないかって、これ、名札がついたんですよ、はい、助かりましたよ、感激したね。その女の子は私の名札を見られたことに気づかないで感動しちゃいまして、あの、唐揚げを増やしてくれるんですよ南京都の手前にある楽しいね。じゃあ玄も元気に帰ってきた。まあ玄も竹縄うまいねジャンバラ行きましょう。ジャンバラ行きましょう。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー。 If I'm your big I'm gone